やっぱ同年代の妄想族、うん、そうだよね、妄想族、うん、すごかったよ、うん、その今もすごいけど、うん、そのなんだろうな、総合力だよね、その日本の、うん、本当ストリートのヒップホップみたいな、うん、本当ヤンキーラップしだしたみたいなところがあったよねヤンキーやってたやつがラップするんじゃないじゃん妄想族の場合、名前も妄想族だし族入っちゃってるしで、なんだったらバイクも持ち込んできてたわけだし、うん、渋谷のメンバーもいたりする、うん、いたからね、そのアンテナ高いっていうか、うん、その当時なんて本当日本のもう 最先端のヒップホップって常に渋谷にいくつかあったって感じじゃん、